こんにちは、たすけです。本日は簡単な闇汚れの掃除方法を紹介していきます。まず、ソーダ水を作っていきます。霧吹きボトルに入った水に対し、ソーダを目分量で10対1になるように入れていきます。入れ終わりましたら、ボトルの蓋を閉め、ボトルを振って混ぜていきます。これでソーダ水の完成です。あとはソーダ水をかけ、拭くだけです。こんなにも汚れが落ちました。拭いた後の壁も闇汚れが取れて綺麗ですね。新品の雑巾が真っ黒になるくらいヤニが取れてるのがわかりますね。比較してみると黒いヤニが取れて綺麗になっています。簡単で綺麗になる方法ですので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。